これが西アジアの、麦作りの、農耕民が作った一番古い土器であります。表面を丁寧に磨いている土器であります。東アジアとの最大の違いは、煮炊き用の土器があまりない。こう盛り付けをしたり貯蔵したりするものが中心であるということであります。これは東アジアの米がこういう土器に入れて炊くという煮るという調理法を取るのに対して、小麦の場合は石臼でひいて粉にして、それをパン焼き窯で焼き上げるという、だから調理にこう土器を使わないというのがこう最大の違いであり、西アジアの土器の特色は、飾る土器といいますかね、盛り付けるような土器が中心であり、その一番古いものも丁寧に表面を磨き立てたものであります。そういう中から、西アジアの土器は大変美しい文様を持って、そこへ盛り付けたりする用途に使う焼き物が非常に発達をしており、その伝統は、後のイスラムの時代以降も焼き物に引き継がれてきております。